はい、皆さんこんにちは。金田ロッキーの時事ネタ占いのコーナーです。さあ、日産のですね、カルロス・ゴーン氏が、逮捕されたということで、そのですね、自分の収入を過少申告していたということでですね、逮捕されたということなんですけれども、さあこの事件一体どういうことなのか、タロットカードで占ってみたいと思います。ではではでは、占わせていただきます。はい、このような結果が出ました。解説していきます。はい、では、近い過去から紐解いていきたいと思います。こちらのカード、女教皇のカード逆位置で出ておりますので、これがちょっとイライラしてる、まあね、税金取られることがイライラしてるのか、まあいろいろちょっとイライラしてることがある。でこの真ん中のカード、鳳凰、教皇のカードなんですけれども、これも逆位置で出ておりますので、法的なこと、会社のこと、まあそういった公的なことに対して反することをやってしまった、まあそのお金ごまかしたっていうのも考えられますね。で、この、最後これがですね、運命の歯車のカード、これは正位置に出ておりますので、まあ金とりあえず過少申告したところでうまいことやれてたって感じです。過去がちょっと前の過去から、最近の過去まではそんな感じです。さあそして現在なんですけれども、ですの逆位置、もうこれね、最悪ですわ。とりあえずね、任意同行とはいえ、まあ、逮捕されているわけですからね、それぞれそこそこの証拠を突きつけられていると思いますので、今どん底の状態です。ちょっと未来解説していきますね。さあそして未来なんですけども、一番近い未来、バランス取れる、何バランス取れるのか、無罪不起訴になるのか、まあ保釈はされるのか、保釈金出して保釈はされるのか、その後がちょっとですね、この愚者のカードの逆位置、これ一歩踏み出せないってことなんですよ。で最後が隠者のカードの正位置、これは時間かかるという意味になりますので、まあ保釈したところでちょっと時間かかって裁判してって感じになるのかな。もしかしたら不起訴になるけれども、信頼回復に時間かかる、もう前みたいに、うまいことはいかないっていうことになるのかな。ちょっと有罪になるのか、不起訴になるのか、その辺ちょっともう一回見てみたいと思います。では不起訴になるのか有罪になるのか見てみたいと思います。今からですね、3枚並べてそのうち、1枚答えをズバリ欲しい時はそういう引き方するんですけれども、やって正位置か逆位置かで、ちょっと先入観があったら困るので、目をつぶってここから先はねやりたいと思います。ロスゴーン氏有罪になりますか、無罪になりますか。出したんですけれども、一番左のカードを僕は目つぶって引いたら、引いてしまいました。女教皇のカード、これね、努力しろ、いろんな人たちのこの意見を聞いて、だから彼につくに、まあ弁護士とか全部含めてですね、意見を聞いて、やっていったら大丈夫っていうカードでもありますので、おそらくそういう方法、なんとかうまいことやってね、政治力聞かせることもできますし、彼ぐらいやったら弁護士、いい弁護士使ってなんとか、まあ最小限もしくは不起訴に持っていくんじゃないでしょうかね。そして日産の会社自体がどうなるのか占ってみたいと思います。株価が下がったとかね、どの頃なってるみたいですけども、日産の会社占ってみたいと思います。日産の会社自体がどうなるのか、
こういう結果が出ました。紐解いていきます。はい、日産の会社目線で占ってみました。ゴーン氏逮捕によって日産の会社がどうなってしまうのか。まあもうなんかちょっといろんなことは分かってたんじゃないですかね。一歩踏み出せない状態になっている、会社本位でも物事進められない、バランス取れなくなっている。まあ知ってたとして、そうですね、もうちょっとかばうこともどうしようもできなくなった状態。これね、内部の人間が、警察にチン殺したのか、もう外の人間がはめたのかというかね、誰かが、言ったのか、ちょっと会社自体がこれ、カルロス・ゴーン氏問題でちょっと揺れてたのは揺れてたはずですね。うまくいかなくなってた、彼を社長として、やっていくことがうまくいかなくなっていた状態です。ここしばらくそんな感じです。さあ、そして、日産今現在もうこれも我慢の限界、我慢してる状態ですね。力のカードの逆位置が出ております。今ちょっともう会社はそうですよね、逮捕されてしまってどうしようもない状態です。はい、そしてね、未来のカードなんですけれども、こちらから恋人の逆位置出ておりますので、これも彼と離れるってことでしょうね。正位置で出てたら彼とまだ一緒にいる、会社にとって大事なもの、人と一緒にやっていくという意味になります。これが正位置で出てたらね、逆位置になったらもう全く意味逆になりますから、恋人できますか、この人との相性どうですかって聞いて、こう出てたら最高です。逆出てたらこれも最悪ですから、もう離れた方がいいでしょう、関わらない方がいいでしょう、あるいはもう離れますっていう意味になります。で、ど真ん中のカード、吊り下げられた男、これももろ吊り下げられてる状態ですからね、ちょっと我慢した状態、そういう状況を乗り越えて最終的にはこれ法的に大丈夫になる。まあゴーン氏が辞めて新しい体制でやっていくっていうことですね。まあ信頼回復はもうしょうがないでしょうね。たとえゴーン氏がね不起訴になったところでも、やっぱりちょっと会社にはいなくなるんじゃないでしょうか。で、新しい体制でやっとって会社持ち直す、会社が別に、これあれですね、何か法的な、お咎めを受けるっていうことはおそらくないでしょう。会社自体は大丈夫になります。以上、カルロス・ゴーン問題、カルロス・ゴーン氏目線、日産の会社目線で占ってみました。